困るよね。末期がんで余命宣告を受けてる人にね、対してこんな動画でインタビューってないよ。取材冒頭、ピリついた空気が流れる現場。末期がんなんだからさ、逆にいいんだよ。もう好きにしていいんだよ。だいたいね、末期がん患者にね、こんなねカメラいっぱい用意してね撮影するのっておかしいと思うよ。末期の膵臓がんに体を蝕まれている金井俊太郎さん。我々を突き放すようなこの言動は怒りなのか、はたまたパフォーマンスなのでしょうか。いつ終わっても OK なの。明日死んでも OK。 だから全然後悔もないし。なぜ死を目前に後悔がないと言い切れるのか、その理由に迫ります。映画プロデューサーの金井俊太郎さん、56歳。2001年に買い付けたハリウッド映画アメリが国内で大ヒットするなど、数々の映画作品を企画プロデュースしてきました。私生活では2009年9月、倉玉こと漫画家の倉田真由美さんと結婚。24歳の長男と13歳の長女がいます。毎日充実して楽しく生きることだよ。やりたいことしかやってきてないから、我慢とかしたことない。ないです。やりたくないことやってない。会社員だけどね。普通は会社員はね、やりたくないことやるんですよ。俺全部やりたいことやったから。環境が良かったよ。現在、膵臓がんはステージ4の末期まで進行しており、直近の診察で肝臓にも転移していることが明らかになりました。体調悪いに決まってますよね。末期がんですからめちゃくちゃ悪いですよ。症状は特にないんですけど、こう毎日だるいです。だるいし、集中力が続かないですね。だいたい 2,3 時間ぐらいが限界だかもしれないな。で、そう、多分仕事の影響も出てくるから、この 2,3 時間の間にね、超人的にこなすんですよ。集中力あるときにバーッと、もうほぼメールですけど、あと電話。やっぱり夜とかになるとその分の疲れが来るのか、毎日やっぱりこう動くのもね面倒になるんだよね。何なんだろうね、がんの影響かちょっと分かんないんですけど、あんまりだから食事もなんていうの取れなくなってきて、食事が取れるようについ9月にこう胃を切って半分ぐらいで、もう食道ともう小腸、胃をちょっとつなげて、つなげる手術とかしたんですけど、あんまり食べないね、量が。それでもう30キロぐらい痩せちゃったんで。膵臓がんが見つかったのは2022年の6月。医師からは治療をしなければ余命は半年と宣告され、治療に専念するか、治療はせずに残りの時間を好きに使うのかの決断を迫られたといいます。膵臓がんって、本当に抗がん剤やってもそのがんが小さくなって切り取るっていう話だったけど、成功率が 10% から 20% って言われたから、そのパーセンテージかけるんだったらやめて、そんなにパーセンテージかけちゃうと4ヶ月とか半年入院になっちゃうんですよ。そうするとさ、その間やっぱりこう仕事できないじゃないですか。であればもう治んないんだったら、そんなテンパとかね、俺もかけれないから、やめて、じゃあその分ちょっと仕事優先でやろうかなという話を医者にも倉玉にもして、そうした方がいいねっていう話になって今に至るんですよ。治療しないことを選択したことで残された命は半年に。
人生のゴールを自ら決めた背景には、自分よりも周りのことを第一に考える金井さんの人柄が関係していました。半年間なんかやろうと思ってたの、仕事を全部先に全部こなそうと思って前倒ししたの、全部翌年の仕事もあるわけですからそういうのを全部前倒しして、逆に忙しくなったぐらいだ。その作品についてはね、もう上映するところまで俺もう確定してるわけだから、あとは任せたと。要するに土台は作った、だから世に出る場所だけ確保できてる、その映画が。もうそこまでやるのが大変なわけ、映画の仕事。そこまでもできちゃってる。だから末期がんっていうのはね、みんな知ってるんで、僕の仕事してる仲間は優先してくれる、末期がんだから。そこは末期がんになってよかった、仕事が早く済む。だから全然後悔もないし、やり残したことも全くないんです。全てやりきった。仕事を残すことで仲間に迷惑をかけたくないとの思いもあって、余命宣告をされたにもかかわらず、金井さんは仕事に打ち込みました。今回のインタビュー冒頭、私たち取材班に強い口調で接していたのも、自虐的に場を和ませてくれていたようです。末期がん患者にね、こんなねカメラいっぱい用意してね撮影するのっておかしいと思うよ。そして家族に対しても、自分の主体ではなくそれぞれの主体を優先させました。どっか行きたいとかは行かない、だってみんな忙しいもん。倉玉倉玉で仕事忙しいし、娘は娘で部活、彼氏、友達で忙しいから、それを全部調整してまでどっか行くとかね、こっちも行きたくないし、ね、ないです。家族に残したい言葉はありますか？なんか遺言みたいな、ないよ。もう娘に対しても特に何も残さないから、好きなように生きろとしか言えないよね。特にないです。なんかそんな言葉にとらわれたくないじゃないですか。そういうお父さんがいたなと、それでいいです。半年間で仕事の後始末をやり終え、あとは死を待つだけ。しかし余命を過ぎてもその時は訪れませんでした。本当は半年で死ぬ予定だったんですよ。だけど生きてるんですよ。それがちょっと納得いかないです。転移ボンボンしろって言うんだよ。俺としてはね、もう転移したいんですよ。ごめん本当に、今ね、がんで闘病中の人には申し訳ないんですけど、僕はねもう全身転移してほしいんですよ。倉田さんは喜んでるんじゃないですかね。喜んでるのかどうか分かんないけど、半年は過ぎたねぐらいな感じだと思うけど、実際話してないか分かんないけどね、どうなんですかね。俺としてはちょっと拍子抜けだよね。余命の期間を過ぎまた仕事ができるということは、自分がいつ亡くなってもいいよう再び後始末をしなければならないということ。後悔のないよう仕事上の生前整理を終わらせていた金井さんにとって、それは耐え難いことでした。宣告された人生のピリオドからおよそ11ヶ月が経った今、生きる希望や目的は見出せていないようです。いやもうそれは日常でですよ、特にない、なんか別に特別なことして死ぬのも変な話じゃないですか。金井さんは余命宣告後、生きた証を本という形で残すことに決めていました。そして10月30日、15人の著名人と対談したエンドロール
末期がんになった金井俊太郎と文化人15人の余命半年論を発売。本来であれば金井さんが亡くなった後に発売される予定だったものです。妻の倉田真由美さんはこの本に向き合うことが苦しく読むことができないでいるといいます。全員ね、やっぱ久々に会ってるんですよ。昔から知ってるけど、で僕も忘れてること結構あったんで、いろいろとその当時の話聞いていろいろ思い起こしたこといっぱいあるんですけど、いやそれぞれのエピソード面白いんですけど、まあ死ぬ前にね、昔から付き合いがあった人たちとああやって真剣に話したことないんで、話せてよかったなっていうことですかね。余生は日常を淡々と過ごすだけでいいと言っていた金井さんですが、対談本の次回作について聞くと少し表情が明るくなったように見えました。今後対談するとしたら誰かしたいとかありますか？いや今後対談どうなんですかね、まあ、パッと思いつかないけど、いや、いると思いますけどね。なんか他にも、でも全然ちょっと今思いつかないんですよ。なんかどうなんでしょう、第2弾考えなきゃいけないかなと思ったり、はい、早めに第2弾ね。最後に家族への思いについて聞きました。もう死んだら葬式やるかどうするかって話は任せたってしか言えないね。娘さん、金井さんの病気についてちゃんと理解をされている？理解してるのかどうか分かんないけど、重病だってことは分かってると思いますよ、うん、今中2だし心配してないから、向こう多分してるのかどうか知らんけど、あのさっぱりしててよかったと思います。こっちもあんまりそんなに大丈夫みたいな、死なないでみたいな泣いたりするとね、こっちも困っちゃうしさ、そんな感じになってないから、まあ良かったなと。逆にあの部活と友達と彼氏で忙しいみたいなんで、活発な子に育って良かったなと思います、うん、会社で死ぬと迷惑かかっちゃうからそこは避けたいけど、外も嫌だね、家がいいか。最後までご覧いただきありがとうございます。アベマニュースキャスターの辻歩です。これを機にぜひチャンネル登録よろしくお願いします。